中野ブロードウェイは東京都中野区中野5丁目にある複合ビルである。低層階はショッピングセンター、中高層階は集合住宅となっている。中野ブロードウェイが現在立つ敷地はもともと木造家屋が密集する地域だった。中野駅北口から続く商店街がそこで行き止まりになってしまっていたため、地元有志の発案により、ここをまとめて買収して、 ビルを建て、1階に、裏の早稲田通りに抜ける広い通路を、貫通させようという計画が持ち上がった。ブロードウェイという名称は、この、広い通路に由来する。しかし、資金難でこの事業は頓挫し、開発業者の東京コープに引き継がれた。なお東京コープ社長の宮田圭三郎は先に東京、表参道に完成した高級マンション、コープオリンピアも手掛けている。 東京コープの半ば自転車創業とも言える資金難、それに伴う極度の経済効率性重視の設計、地元商店街の反対、買収対象敷地に野木マレスケゆかりの土地が含まれて権利者が反対するなど建設には様々な困難が立ちふさがった。中野ブロードウェイの敷地の一部は野木マレスケが自分の死後に妻の静子が生活に困らないようにと。 あらかじめ買っていた土地である。ところが野、野は明治天皇崩御後、その葬儀日の夜に、夫妻で自害し、この土地は相続等により、親族の手に渡った。あまりに広いため三つに分泌され、親族はそのうちの一つに住むなど静かな生活を送っていた。親族は大切な土地が売却されて、 経済活動に利用され、野ぎの痕跡が何もなくなってしまうことを気にして、当初は反対していたようである。これらの困難を一つ一つ乗り越えて、1966年、中野駅北口開発の一環として、中野サンモール商店街に続く、ショッピングコンプレックスとして、中野ブロードウェイは開業した。なお、広い通路を貫き通すという建設当初の目論みは、 現代層中野和世田通り店である、当時の宮高具の立地買収に失敗したため外れる、結果となった。建設事業費は当時としては破格の60億円と、大変高額だった。この高額な建設費を早期に回収するため、設計者で建築家の馬場信之に対し、馬場による、モダニズム思想に基づいた当初提案、グランドデザインの大幅変更を命じた。 床面積の大幅増のためのこの変更により廊下等の共用スペースは最小限に抑えられメインストリート以外の廊下は自分の居場所がわからなくなるがごとく不自然に折れ曲がり接客スペースや廊下からは外が見えないようになったエレベーターは数が少ない上にわかりにくい場所に追いやられ回数を稼ぐ代わりに天井高は低く抑えられエスカレーターは 上りしかなく中途半端なところまでしか行かないと言ったように目的達成の裏で設計思想やその背景にある利便性が犠牲となった。なお東京コープ販売経験は1960年に渋谷区桜川岡町に完成した高級マンションの渋谷コープ1963年に新宿区大京町に完成したデラックスマンションであるエンパイアコープ そして1965年には一括払いにも、かかわらず完売した原宿駅前のコープオリンピアを相次いで成功させている。続くデラックスマンションとして大規模な商業施設を備えた中野ブロードウェイを1966年に完成させるが、1964年東京オリンピック後の不景気が災いして完売まで時間を要したため、 その後のコープ計画を断念している。大規模不動産事業が黎明期にあったとはいえ、当時の東京コープ社長の宮田慶三郎は、中野ブロードウェイの建設と立ち上げで大いに苦労したことから、その後は、一切の不動産事業から手を引いて、東京コープを解散してしまった。その起り具合は、宮田が、自助、一瞬と、永遠見学の精神の基礎にあるもので、 自身の経歴欄から中野ブロードウェイを含んだ不動産事業に関する記述を一切排除していることからも伺われる。なお、不動産事業を辞めてからの宮田は学校経営事業に進出し、明海大学や朝日大学といった大学を設立した。日本で不動産学が学べる唯一の場所と言われる不動産学部が明海大学に設置されているのは、 多様な経歴を持つ宮田の意向によるものと言われている。中野ブロードウェイ商店街までこそ、中野ブロードウェイを表すフレーズとして、サブカルチャーの聖地という言い回しが世間でよく言われる。ただし、もともとは、ブロードウェイと、サブカルチャーやオタク文化とは、何の関係もなかった。両者が結実したのは、以下の通り、タイミングのなせる妙である。 中野ブロードウェイの建っている場所は、建設前は、家屋が大半で、その中に、小さな商店が点在している、比較的落ち着いた場所だった。そして中野ブロードウェイ建設の目的は前述の通り、中野駅前から続く、当時の美観商店街を昭和通りまで延長する、ことで、既存の業種を量的に拡大するという意味での、一大商店づくりを見込んでいた。 実際、オープン当時に、中野ブロードウェイ内で開業したのは、食品、服飾、雑貨、宝飾品販売店、食堂、リビ用室、町医者、書店、占い業といった、いわば商店街がそのままビルに入ったような多様な、小売、サービス業の個人営業店が大半だった。1980年代中頃から1990年代にかけて、 区分所有者兼経営者の高齢化、中野に近い新宿や池袋、吉祥寺をはじめとする、近隣証券の著しい発達、中野地区でのチェーン店対等といった、環境的要因や、少子高齢化といった人的要因により、相対的に中野ブロードウェイの集客力を低下した。その結果、立ち行かなくなった店を占める経営者が増えた。 店を続ける高齢の商店主たちも、効果的な対策を打ち出せず、集客力が弱いところに新規に出店しようという、テナントも現れず、なお一層集客力が落ちるという状況が続く、完全な負のスパイラルに陥っていた。一時は、平日の昼間でもシャッターを下ろした店舗が目立ち、夕方の書き入れ時でも人がほとんど歩いていないという、状態となった。 このタイミングを逆に正気と捉え、空き店舗に、積極出店し、開館当時の商店街ライクな雰囲気を、サブカルチャーの伝道と評される雰囲気に塗り替え、より高い発展を遂げることに成功したのが、マンダラケである。もともと、中野ブロードウェイのある JR 中央線の東京都、西部内は、中央線文化の名前があるように、アニメ制作会社や大学、学校、 若者といったマニア向け商品の顧客層が多い土地柄であった。例えば中野はお笑いを中心とした芸人、高円寺はミュージシャンが多く住むと言われ、住人層や街の雰囲気はサブカルの伝道化する前からオタクサブカル文化とは神話性が高かった。1980年、このビルでわずか二坪の 2階の開業時の分譲スペースをさらに細かく区切った区画を借りて漫画古本専門店漫だらけが開業する漫画古書専門という当時としては珍しい業態だった漫だらけは商材を中古漫画一本から原作者のサインや漫画のグッズといった漫画周辺商材、セルガなどのアニメなど漫画と神話性のある商材、 ひいては昔の放浪看板やレトロなミニカー、景品類、ドール等のサブカルチャー全般にまで拡大したことで、売り上げを伸ばした。1987年には株式会社化し、徐々に店舗を拡大していった。2階の細切れスペースから3階の突き当たりの区画へと、沈尺で移転し、3階のメインストリートに接する、区画を購入してからは、隣接スペースに拡大したり、 館内の離れた区画へ、飛び地的に出店したりと、縦横無尽に拡大を続けた。その後、1990年代から始まった、不強化で、戦術の理由から空き店舗が増えると、マインだらけに集まる客を狙ったマニア向け専門店が、次々に開業。そのうちに、サブカルチャーの聖地と呼ばれるほどになっていた。2018年現在では国内のみならず、 国外からも、客を集めて賑わっている。この変化により、客層やフロア内の雰囲気も一転したため、治安の悪化、トラブルの発生を危惧する声もあった。しかし、世の、オタク、サブカルブームに乗ったことで、それ狙いの昼夜外の人間の呼び込みのみならず、一時は、離れたはずの地元民をも、再度呼び込むことに成功し、新たなテナントも続々入居した。 こうした変化で中野ブロードウェイ全体の商業活性化につながったとの意見もある。現在では膝端ごとに見れば偏りはあるものの、全環的には開業時の業態を引き継ぐ商店街ライクな店舗とサブカルを取り扱う店舗とがどちらに偏るともなく混在、共生している。また近年はマンダラケのライバル企業となる ラシンバも館内に進出している。時計店が立ち並ぶ3階フロア時計店のショーケースショーケースの高額時計、サブカルチャーの聖地としての地位が定着する中、時計の聖地としてのフレーズもメディアや時計愛好家の間で使われるようになる。約6750平方メートルの中に13店舗の腕時計販売店が密集する。 世界的にも稽古なエリアということもあり、外国人観光客が時計目当てに集まっている。中でも最古産の老舗並行輸入時計販売店、ジャックロードは1987年から約33年以上も営業し、在庫数は5000点以上とし自らを変える時計博物館と標榜している。他にも、亀吉、チーズペンネ、レンズ、アナマックス、 グッドウォッチ、ベルモンドなど、古参の個性あふれる、腕時計店や近年オープンした、NJ タイム、中野ブロードウェイ店、一風騎士中野ブロードウェイ店、サムライ J、ギャラリーレア、中野ブロードウェイ店、クオクラボ、ナナアワーズなど、近年のインバウンド需要に応えるため各店にて、外国人スタッフの雇用が行われており、各国語に対応する体制が整っており、 週末ともなると3階フロアは大勢の外国人客で賑わっている。建物は地下3階、地上10階だって、全長140メートル、幅45メートル、高さ31メートル。この本館ほか、別館と称するタワー式駐車場がある。駐車場は本館1階を汗田通り側正面玄関脇からスロープを使って入る。本館と別館は、 地下1階であたかも一体のようにつながっている。駐車の受付や転車台、車用エレベーターは別館になるが、地下のため、通常は別の建物に入ったと気づかない。中野ブロードウェイの天井高は、類似建物と比較すると低い。中野ブロードウェイを企画した、東京コープを率いる宮田圭三郎は、企画時、1965年施行の、新建築基準法では、 ブロードウェイが、耐火建物であることから高さ制限が撤廃される、反面、溶石率が厳しい制限を受けることを把握していた。そこで、旧法と新法で、それぞれ許容される床面積を比較した結果、旧法基準の方が許容される、溶石率が高いことを発見した。現建物は737%であるのに対し、2011年の、 現行法では600%であり、137%得をしている。そこで、建設費用の区面でいっぱいいっぱいだった東京コープは、旧法が適用される間に本、建物を企画し、高さを法定の31メートルに抑える反面、許容される、容積率ギリギリに床面積を増やすため、天井高を低くして、階数を増やし、 廊下を少なくして分譲可の床面積を増やすなどしてより効果的な投下資本の回収に努めた。なお、憲兵率について本館は敷地いっぱいに立っている。これもトリックがあり、別館の中店商店街側にタワー式駐車場のデッドスペースを活用することで本館別館合わせて憲兵率の規制をクリアするという形になっている。 地下1階から地上4階までは商業施設、5階以上は住宅施設になっている。延べ床面積は約5万6千平方メートル。商業施設面積は約2万7千平方メートル。屋上には庭園、屋外プール、ゴルフ練習場があり、住民専用エレベーター主営の常駐施設などを備えた高級マンションである。屋上では昔、 屋外グリル設備を使いバーベキューもできた。エレベーターのうち住民向けに通常開放されているのは4機で、これらは2から4階の商業エリアを通過し、マンションエリアに直行する。商業エリアの客向けに開放されているものは逆に、マンションエリアには行かないようになっている。そのため、マンションエリアと商業エリアは同じビルにありながら、 通常は1階のオートロック付き玄関部を経由しないと行き来できない。なお、非常用避難路として、非常階段以外には2階と5階に往来設備がある。また、商業エリアの客向けに開放されている1機は、特別な操作により、マンションエリアまで行くことができる。開業当時は、セントラル方式の冷暖房が採用され、 部屋ではファンを回すだけで地下から各部屋に吸気されている冷暖房を利用できた。反面、自動での温度調節はできず、弱、中、強と節のスイッチのみだった。現在は、地下の設備の老朽化により使われなくなった。マンション5階には、入居者が使える会議室や入居者を通じて、利用申し込みができるゲスト用宿泊施設がある。 住居総数はおよそ220個。1960年代後半より1970年代にかけて、タレントで政治家の青島幸男、歌手の沢田健二、俳優の岸辺一徳など数多くの有名人が自宅を構えた。青島幸男が東京都知事に当選した時の記者会見場は、上述の5階会議室だった。また、建設後間もなく、 分譲価格を高くしたことで入居者が予想より減り、管理費で設備を回しきれず、給湯時間を制限するなどの支障が出るという噂が出た。この件について、当時の入居者の沢田健二が、コンサートで、早く帰らないと、シャワーのお湯が出ないんだよなと語ったというエピソードもある。開業当時は、中野駅周辺で最も高いマンションだったことから、注目を集めた。 地区40年以上経った現在でも、中野駅まで徒歩5分という利便性の高さから、入居需要は高い。古いこともあり、売買価格は高級マンションとしては、意外に安価だが、維持費がかかるので管理費は高い。商業施設の正式名称は、中野ブロードウェイセンターである。開業当初は、1、3階が、ファッション、地階が生鮮食料品。 二階が飲食店という区分けがあった。しかし、店舗区画はべて分譲されてそのテナントの決定権は個々の屋主にあるため、構成は次第に無秩序となった。現在の店舗構成はおおよそ次のようになっている。詳細は公式サイトを参照。混沌とした雰囲気から、オタクビル、魔の創屈、日本の給留城などの異名を持つ。近年、 オタクの聖地として、マスメディアが取り上げる秋葉原とは一味違った、独自の文化を形成している。アニメ商材の多い秋葉原に比べ、古本、プレミア玩具など、レトロ商品の販売店舗が多いのが特色と言える。入居店の一例として、漫画古本などのマニアオタク向け商品店の、漫だらけ、中古サブカル分野で、チェーン展開している会社としては、羅針ン 高級オーディオビジュアル機器専門店の藤屋エービック、大型新刊書店のアキラや書店、サブカルチャー関連書籍、ミニコミ、同人誌専門書店、タコシエなどが入店している。マニア向け専門店の他に、輸入雑貨店、美容院、ネイルサロン、飲食店、洋服店、寝具店、ゲームセンターなども入店している。女性客の利用も多く、老若男女、 世代性別を問わず、多くの買い物客で賑わう。館内ガイドブックは4カ国語で紹介され、手洗い、エレベーター、誘導路などの主要館内表示は、外国語対応になっている。エスカレーターは戦術の通り、1階から上は3階行きの、上りしかなく、2階と4階及び下りは階段もしくは、エレベーターを利用する必要がある。一方、 1>, 1階から地下1階へのエスカレーターは、配りのみで、上りがない。トイレは、各階に2箇所設置されている。こういった、商業施設の店舗スペースは通常は、大屋が所有し一括して管理することが多いが、本ビルは、店舗スペースを分譲するという方法が取られた。大半は、分譲時に一斉に分譲されたが、一部スペースは、一斉分譲後も建築手である。 東京コープが所有し、テナント貸ししていた。そういったスペースも東京コープなき現在は他と同様に分譲されている。また、分譲は設計段階で区分されたスペースを対象に行われたが、一部スペースでは一つの設計区画に複数のテナントが同居する形態をとるところもあった。この場合、区画内の通路などは持ち分に応じて、 共有の扱いになったという。現在この運営形態は区画ごとに分譲されるか、設計区画が広すぎる場合は仕切り壁により分泌、分譲されるなどして、現在はほとんど見られなくなってしまったが、今でも開業当時のオーナーが運営している地下の一部の店舗などで見られる。ブロードウェイは全館定休日を設けていないので、区画内の一部テナントが休む場合は、 他のテナントが営業していても、そこだけカーテンで仕切るなどして対応しているようである。店舗スペースは、個々のオーナーによって自由に売却、賃貸され、また賃料を下げて貸しやすくするために、細分化されていった。なお、賃借契約、または不動産取引の際は大手、不動産デベロッパーによる仲介ではなく、個別に持ち主の指定する地元の小規模な、 不動産屋等が仲介する形が取られている。こういった特徴から、まとまった店舗スペースを確保することが難しくなって、おり、真んだらけの店舗が、飛び地状態で分散しているのもこの理由による。また、狭いスペースの物件が多く築年数も40年以上経っているため、中野駅前という高立地にありながら賃料が安い。このためアイデアはあるが資金に乏しい企業家でも、 出店しやすく、個性的な店舗が増える要因となっている。施設内の店舗スペースは300件以上あるが、現在も入居希望者は多い。中野ブロードウェイは急速なオタクサブカルチャー、関係店舗の増加に伴い、地元のみならず、国内外から来館者が広く集まる施設となった。一方で、建物自体が1981年5月以前の、 旧耐震基準で設計、施行されていることや、完成後40年を経て老朽化が進んでいることで、改装、耐震工事の必要性が指摘されてきた。東京都が2018年3月29日に公表した、震度6強の地震で倒壊する危険性がある物件に中野ブロードウェイも含まれている。上述のように細かく区分所有されているため、 大規模な耐震回収や建て替えに向けた意見集約が難しいという問題点がある。との発表を受けた日本経済新聞の取材に対して中野ブロードウェイ商店街振興組合理事長は区分所有者が腹をくくって問題に対処するきっかけになればとコメントしている。JR 中央線快速中央総武観光線 東京メトロ東西線の中野駅北口より徒歩5分。このほか、池袋駅前と中野駅前などを結ぶ路線バスが、中野ブロードウェイの北側や西側にある停留所を経由する。中野ブロードウェイ1階と中野さんがモール商店街は、中野駅北口利用者の通路としても利用されている。中野ブロードウェイについては、店舗の営業していない深夜、早朝は、 防犯、防災のためで入り口は閉鎖され通行が禁止されるため、中野通りなどの行動を利用することになる。ありがとうございます。